マグです。ちーちゃんです。エアラケチャンネル、イエーイ。なんかこの夫婦トークが好きですっていう方も結構いらっしゃって、うん、嬉しいね。なんか雑談なのにこんなに喜んでいただけるなんて。始めた時はやっぱり家族チャンネルやったから、みんな子供たちみたいっていうので夫婦トーク始まってもうんって思う人も多かったかもしれんけど、ちょっとずつそっちの好きな方も増えていってくれて、なんかね、ちーさんの金言がやっぱりね。聞きたいっていう多いよ。なんか相談とかでも、ちいさんだったらどう考えるんですかねとか来るの、大して考えてないからね。あんまりそう深く考えるタイプでもないって言うもんね。まあ最近のことですけど、今日二人ともお水でしょ。私今ダイエット始めまして。いやいや、まあ1年経ってね、1年前にダイエット動画出したんですけども、そっからまあしっかり戻ったんですけど、まあその間でもさ、舞台とかがあったりとかでね、太っていい期間っていうのはね、うん、ないよ、そんなんないから作るんです、定期的に。次の役は太ってた方が面白いからっていういい感じの理由を作ってね、太れる期間ができるんですよ。いやでも今回痩せようと思ったのは、うん、5月16日から僕ね、ミュージカル始まるんですよ。セブンティーンアゲインという、竹内涼真くんとかソニンさん、桜井日奈子ちゃんとかいっぱい豪華メンバー出るんですけど、うん、出てるんですけど、それがオタクの役やから太ってった方が面白いんじゃないかって言って、うん、竹内涼真くんと大親友の役やから、うん、あっちはめっちゃかっこいい背高い、こっちはコミカルで太っててオタクの方が面白いんじゃないかなと思ったけど、これ太ってなくていいなってなったの。だって原作もそんな感じじゃなかったし、原作はちょい太ってる感じやけど、そう、うん、お金持ちの人でしょ。そう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 、うん、まあ痩せてはないぐらいの感じやねんけど、うん、中年太りっていう感じ、俺の中ではポコンって太ってる感じがいいんかなと思ったけど、いやこれどうやらちゃうなってなって痩せようっていう風に変わったんです。健康のことに関しても痛風にもなってますし、よかったです。痩せてる方がいいねんもんな。みゆもギリって言ってたよ。あ、嘘。うん、まん丸は嫌だけど、うん、パパは大丈夫って、うん、ギリ許せる範囲の。そう、これ今やばいなっていうとこだったら戻してるやん、いつも。でも戻ってくる体重って大体一緒やもんな。大変じゃない、なんかそんな太ったり痩せたりして。じゃあね、食べたい時があんのよな、やっぱり。やっぱり男の子もホルモンバランスが大変な時があるから。トマー君を食べるからな。食べる、もう食べる時は食べるし、お酒めっちゃ飲むしな。まあちーさんもちょっと今お腹ね出てきて大変ですけども、うん、なんか体調面はそんなめっちゃこっちから見る限りは苦しくなさそうというか。まあね、そのつわりもないし、うん、今安定期だからそんなに不調はなくて、うんうん、お腹が重いとか、まあまあつっかえるとか、そんな下のもん取りにくいとか、そんなの。うん、まだね、でも本当にもうこれからだよね、うん、靴下とか履けなくなってくるのね、うん、それいつもです僕。中学校の時はずっとさ80キロぐらいあったから、うん、要は今その頃よりも痩せてるわけよね。一回ガンって痩せた時に靴下をスルッて履けた時に履きやすってなって、俺そんなんないね今まで。だからあれもう一回経験したいですね、靴下履きやすいの。基本ね、階段派の人なんだけど、うん、もう結構重くて、うん、で、うたくんをさらに抱っこしながら階段とかいつも行ってたんだけど、うん、重くなってきた。うーくんも重くなってきたし、うん、自分も重いから、うん、結構足にくるね。いやー、無理しないようにね。そう、今本当エスカレーターとか使ってるから。あー、もう本当にいたわってください、お願いします、ぜひぜひ。そのうたくんで言うとよ、うん、最近歌の喋りがさ、うん、めちゃめちゃ達者になってきて、歌の面白テロップ、俺はもう考えることとかもう仕事の一つというかさ、アフレコ最初の方なんてもうがっつり俺が声でアフレコとかしてたんだけど、もう最近ねテロップでボケられへんのよ、ほんまに喋ってるから。これが成長よね、本当に。みんなが親戚のおばちゃんみたいになるっていうのはもうここやと思う。ちゃんと聞いてんだよね。聞いてるな、うん、面白かったわ。この間ハンバーグ食べてて、うん、お弁当でハンバーグパクって食べて、うん、これエビ入ってる。そう、あのね、エビ好きだよね。だから美味しいもんはもうエビ入ってる、モテちゃん。そう、なんか可愛いな、うん、で整形したんちゃうかいうぐらい二重になってきたしな。今だけなのかな、わかんない。いや、あれで根付くんじゃない。ふーちゃんもそんな感じでなんか一重になった時期があったやん。だってふーちゃんも、ふーちゃん未だにやっぱちょっと薄くなったりもするんだよね、調子でね。まあどっちでも可愛いけどね、一人は一人で可愛かったけどね。よく泣いてるから、うん、二人なのかな、うん、パンパンになってる時多いからね。眠そうな。で、ついにイヤイヤ期が来ましたね。ふーたくん結構軽めだなと思ったら、うん、来たね。来たね、結局ね。来ましたね。まあ、うん、ここ最近、ギャー
でもやっぱり思うんだけど、俺はそのちいちゃんほど食らってないからあれやけど、ふーちゃん経験してるからあれほどはとは思ってまうよな。どっかで免疫はできてるけどね。でもやっぱ相変わらず気遣うね、人前であれになっちゃうと。そう、もう家だとさ泣かせておけるんだけど、で今お腹が蹴られて、うん、無理やり抱っこするのも、ああそうやな、痛くてこう持ったらガーンってやってくるもんな。もう力すごいから、うたくんなんかちょっとこだわりがすごそうな感じがするから、うん、そうやな。でイヤイヤ期特有のあれやけどさ、例えばキャップを外されへんから外してあげようと思ってパッて戻っとしたら、うん、あっもう手出しちゃダメなんだ。そうやな、自分で、何でも自分で全部自分でやりたから、うん、家だとそれもやらせてるんだけど、うん、バスとかでさ、うん、ペットボトルをね、うん、持ってね蓋して、うん、開けてそれを繰り返して飲んでずっと持っててもうさもうこぼしたらどうしようと思って、エレベーターのボタンも自分が押したいから、あー分かる分かる人が押したりするといやーってな、4人目ともなるとさこういう時期やなと思って見れるから、うんうんうん、なんで切れてんのか分からへんっていうことがあんまないというか、いやいや期っていうかやりたい時期っていうかね、なんか、まあ、とにかく自分が何でもできると思っている時期なのかな、うん、でもやっぱすごいのがちゃんと物を理解してさ、うん、自分の部屋で僕仕事してたりするやんか、ほんならリビングにある財布をバーって持ってきて机にバンって置いて行ったりとかそうそうそう、ある場所が分かって、うんうん、私に来てくれたりするんだよね。2歳って分かるのって思ってしまう、ね、3姉妹の話もちゃんと聞いてて、ね、聞いてる。でなんかさっきパパの話をしてたら、パパいないよって突っ込んでたよ、うん、あそう、最近よく言うのあっち行って、あっち行っ て, あっち行ってで、あっち行くとね、うん、また怒るしね、そう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 わけわかんないよね。そう、痛い痛い、あっち行って、例えばだから街中とかでさ抱っこしてて、うん、ギャーとかなった時抱っこした時痛い痛いって言われたらもうこんなさ俺もう本当にものすごい豆腐扱うぐらいにしてんのに痛いっていう証言のために俺虐待してんのちゃうかって思われたらどうしようとか、そういうことも考えちゃう。多分わざと言ってるよね。分かって言ってると思う、うん、ね、苦しいとかさ、苦しいとか言ってたわ。こういう時期やと思うしかないというかね、その乗り越えてあんな時期あったのになって今思うわけやんか。そう、次で天使が来るんだよこれイヤイヤ期の後めっちゃ天使になるの。本当に本当皆さんちょっとだからイヤイヤ期を今経験されてる方もう少しの辛抱です。本当分かるよ、うん、もう大変本当にちょっと質問1、2個言っとこうかな、うん、私は22歳で最近卒業しました。大事な友達を怒らせてしまい、うん、謝ったのですが許してくれないほど怒っていて仲直りできていません。それどころか LINE も返ってこず音信不通になってしまいました。卒業してしまい会うこともできないです。本当にこうなったことを後悔していて毎日苦しいです。ちーちゃんならこの後どういう行動しますかと。あるよ一回。ある、はい、いろいろな勘違いとか。ああ、そうやな、喧嘩とかって大体そうやからな。喧嘩もしてないんよ。あ、誤解、誤解とか情報による。そうそう、でそれは違うよとももう聞かないわけよ、うん、あっちはね、うん、そうなったらもうねこっちが何を言っても無理だから。そうやね、もう無理やりはいかない。もうだってやることやった。そうやね、仕方ないのよねこれ以上は。向こうが拒否するならこれ以上いけないよね、もう。だから俺もな、時期やと思うんだけど、その子がもう一回話を聞こうなり、なんで怒ってたんやろって思ったりとか、今のテンションが落ち着く前に行動しても、うん、うざいの、なんやねんとしか思われへんからな。関係悪くなった時ってさ、どっかの誤解であったとしてもやで、それを全部誤解が解けました、なんだそうなんだ、また長くしようってならへんや。一回グンっていう空気になってもうたらなれないだろ。で特にそういうタイプ私なの。一回、うん、めっちゃ怖かった人とかが、うん、優しくしてきても、うん、もうその怖い印象になっちゃう。そうやな、ような人間どうせ成長するやろうから、そういう時期もあったやろねって思ったらええわって思ってるタイプやから、うんうん、自分もだいぶ変わったと思ってるし、これに対するちーさんの答えとしては、今はもう仕方ないと思って、そう一回もう、うん、そっとしとこうかなって思うかな。で時期が来てさ、うん、必要な相手だったりとかやっぱり、まあ、運命的なもんがあるんやったらまた仲良くなる時期が来たりもするやろうし、うん、僕もそういう経験あるし、
うん、昔すごい嫌いやったのに今仲いいももちろんあるし、で誤解で離れてもうたけども戻ってきてまた仲良くなったもあるし、うん、まあだから時期とタイミングが悪かったと思うしかないかなと、うん、もし自分が悪かったと思うんだったらその部分は反省して次会って仲良くできた時には今より成長できればいいなっていうが答えかなと思うんですけどね、うん、はい、ありがとうございました。あのよかったら皆さんねインスタとかツイッターとか、まあ、ちいちゃんも開放してますんで、うん、はい、あ、してますっけ今 DM、 うん、してる。質問とかあったらね、コメント欄に書いていただいてもいろいろピックアップして答えていけたらいいなと思ってますし、あ、そうそう、プロスピチャンネル始めました。私 YouTube の、はい、あのゲームチャンネルなんですけども、僕個人で勝手に、うん、今大ハマりしてるんで、うん、野球好きな方とかあと僕が一人で喋ってるのを聞きたい方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。あのね、うん、野球見なくてもね、うん、なんか喋ってるなーの流し、うん、ラジオ的な感じの感じでもいいかも。あ、聞いてくれてんの？見てんの？そう、でもなんかつけといてなんか家事したりとか、うん、いやすげえ旦那の声聞いてありがたいないや、あ、これじゃ試しに見てみたんだね。あ、ずっとやってるからね。ただ、これ寂しい時いいじゃない明るいから、僕が今むちゃくちゃ楽しんでる感じなんで。マー君、本当ずっとやってるよそう、よかったら見てくださいということで、また見てください。さよなら。